どうもパフォーマーの翔です。今日はこちらのトランプをご覧ください。ではいきます。ワン、ツー、スリー。ハットに大変身です。皆さん今大変な時期だと思いますが、お家でステイホームで頑張ってください。ではこの机をよくご覧ください。僕が息を机に吹きかけるととても不思議なことが起こります。では参ります。おっと、危ない、飛んでいくところでした。はい、どうもパフォーマーの翔です。今から皆さんでゲームをしましょう。ゲームで当たった方にはこちらの風船をプレゼントしたいと思います。では行きます。手元の方をアップで行きたいと思います。では今からこちらのペットボトルに入ったお水とこちらの紙コップでゲームをしたいと思います。まず紙コップが1つ2つ3つの紙コップがあります。こちらのお水を真ん中の紙コップに入れました。このお水が今から僕が動かしていくので、どこに入っているのかを当ててください。ではいきます。はい、まずは1回だけ。今は簡単です。ではどこにあるかな。大体はここにあります。ここのお水入ってるかな。あ、入ってました。皆さん正解です。では2回目、お水をまた入れます。入りました。さっきは簡単だったんで、次はもう少し難しくしたいと思います。いきますね。もう1回。みんなわかったかな。正解はここです。あれ、お水がないな。じゃあ次はここかな。あれ、ここにもないな。ということは、ここかな？お、お水が入ってました。当たった方、お見事。では次、3回目です。お水を入れます。次はラストですよ。皆さんよく考えてね。最後は難しくします。えい！じゃあお水はどこかな。ここ？残念。次はどこかな。ここかな。残念。最後、ここかな？あれ？お水が消えちゃいました。はい、これはこの紙コップと水を使ったゲームでした。ではこれ皆さん、お家で頑張ってください。